アルティが帰ってきたらじゃあ終わるか。アルティ帰って、いやでも3人で行って勝てる感じじゃねえよな、あれだ。うん、無理だね。まだ武器が多分、原始時代すぎる俺らは多分。多分パルスキルが使えないと無理かもしれない。レベル何本なんだろうな、あいつ。あ、レベル10でさ、あ、レベル11で金属の斧とか釣るかしでしょ。うん。で、1個強い武器がどこなんだ。あ、レベル13でクロスボウとか出てくるよ。ここら辺かな。この辺っぽい感じしない。金属類をやっぱ解放してからじゃない多分。ね、こんな感じだよね。うん。あ、三連弓あんじゃん、ね、ここら辺じゃない。まあまあそうだな。三連弓ってもう銃でしょ。うん。あ、銃でいけるのかな。でもそれだったらロができる。あ、どうだろうね。いやでもとりあえずレベルは足りない。確実にね。確実に。うん。いや、そうですか。そうですか。そうですか。温泉作りてえな。あ、温泉確かに作りたい。ちょっと温泉取った。材料はあるの。ちょっと待って。温泉は春の体液と木材。今俺4個持ってるかな、春の体液。あ、違う。あ、こっちは今拠点に4個か。これで今右のボックスに入れたわ。4。別に取らなくてもできるよね。多分、いや多分できると思う。なんかだよね。うん。あ、じゃあ足りないわ。あと6個必要だ。足んねえ。答えも足りねえわ。パルの体液が足ん。パルの体液、待って、拠点にグラモスいるわ。こいつ捕まえたら絶対ボス勝てるだろ。いやそりゃあそう。うわ。え。34レベルに勝利仕掛けた。やばいって。一発で周りにいたやつ死んだって。おい、やばい、全滅する。やばい、弓矢もないのに。拠点が、拠点のパルが全滅する。やばいやばいやばい。戦闘態勢いったけど無理だ。やばいやばいやばい。しかも建物壊されるくね、これ。おい、拠点、拠点のパルトも頑張れ。え、いけいけ。マジか、一発で死んだんだけど。やばいやばい。あ、みんな死んだわ。みんな死んだわ。おいおいおい、世界の終わりだって。あいつ悠々歩いてんな。どうだった。あ、終わった。やったよ、カカシが。拠点のパルも全部死んだ。そうでしょ。拠点のパルが全部死んだ。全滅しました、パル。パル、え？全滅。マジかよ。マジでやってんな。びっくりしたね。いや、俺がびっくりだよ。はい、いいよ。ちょっとこれで服着て終わりか今日は。いやーね。でもこれ、 あ待って、でもさ、これさ、エルパカでこ、うん、寒冷地の民族服とか熱帯地の民族服とかあるから。ちょっと待って、見て。持ち上げてる。おいおいおい、持ち上げんだって。希少だぞ、そいつ。希少化したけど。こいつ希少価値高いんだから。やば。圧力具合が風船なんだけど、もう。マジで。足やばいって。物理法則無視してるからな。あ、てかさ、その希少なやつってさ、なんかここと違うのか。ここって何なんだこれ。個体値ってなんか柵1個しかなくない、こいつ。言うてメルパカ。うん、ね、なんか多分戦闘用なんだろうな。多分、もう多分戦闘っぽいよね。うん。なんかスキルライトニングボルトでってやつがさ、威力150なんだよね、これ。強いのかな。だって威力150誰もいないよって。あ、じゃあ強いね。うん。こいつ育てるか。うん、まあ育てるイコールプレイヤーを育てないといけないんだけど。そう。で、レベルシンクで15になってるから、うん、俺らのレベルが上がんないとこいつの本領が発揮されないんだよ。なるほど、ね。そう。俺らが足引っ張ってるのか。そうそうそう。
まあちょっと次回はあれだね、あのボスは倒したいと。うん、次リベンジだね。そうだね、一人一体なんか強いモンスター抱えたいねこれ。ああそうね、あの、ね、俺はこの希少のメルパカで行くわ。ちょっといやずるいな、俺らがめっちゃ頑張って、か俺が頑張ったくね、二人蘇生して。違うんだよね、だって俺確率 16% 俺一発で切れなかった。俺が復活させてあげたからだよ、チームのおかげや、チームのおかげ。そもそも見つけたの俺見つけて呼んだの俺けど一番最初に死んだでしょ。え、いや死んだのはカカイさんだから、ね、いやだ俺のおかげじゃない、二人死んで俺が蘇生しなかったらこれなかったんだよ。いや待って、ね、そもそも俺が見つけなかったら死ぬこともなかったしゲットすることもなかったよ。だけどやっぱりゲットしなきゃどうしようもないからこのゲーム。いやまあでも見つけなきゃ意味ないから。え、でもあの勇気のある蘇生をしたのは俺だけどな、2人。まあ、でもあの時点で別に蘇生なんて近かったからいらなかったっちゃいらなかった。いやいやいや、いるでしょ、あれがあったから引けたんだよ、あのパーセントはゲット。いやあんまり蘇生はいらんかった。いやいる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 いいの取ったんだから、とりあえずいいの。はいはいはい、まだね。まあ、とりあえず、じゃあ次回はまたボス戦とかチュートリアルクリアはしたいってことね。次回そうだね、まずね。うん。まあ、とりあえず今日はここまでってことで。はい。はい。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録といいね、お願いします。今ならチャンネル登録、高評価 100% オフ。次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほな、バイビー。